グレードは何ですか。もうノーマルで乗っていく感じですか。超快適だよね。やばいっすよね。やば。ER バージョン。ずいぶんまた塗装とか綺麗ですね。あの20万とかしたんですか。あ、じゃあ同じぐらい走ってるんですね。見えない全然。10万円でした。え、友達の会社の社長さんのスナップ通い車だったんですよ。あ、そういうつてで来ないってこと。スナップ通いとゴルフに行く車で。はあ、じゃあずっと乗ってたんですか。でレクサスに買い替えるのに下取り出したら、まあ、片手って言われた。10ないですね。でその前に自分がゼッキ乗ってたんですよ。はいはい、でゼッキの C だったんでエアサスなんですよ。でエアサスぶっ壊れるの嫌だなと思ってて。やっぱ違いますよね、乗った感じは。で、まあ、もし先週エアサス直すなら買っちゃった方がいいよなとか思ってたら、まあ、まあそれです、悩みどこですよね、そこは。綺麗だこれは。まあ、だから綺麗なんですね。一応今回バンパーだと結構ボロボロだったんで、はい、全部外装は仕上げて。ああ、やっぱそうですか。さっき見たら、ただ塗ってはいないですよ、鉄板は。すげえ綺麗ですよ、ね。バンパーは前後黒こんな綺麗直して、色が磨いてもらっただけですけど。やばいですね。あとまあ細かいところでここのモールを塗装してもらいたい。おお、あれ？メッキが冷めちゃうんです。冷めちゃうんです。ここはね、大変ですよね。したらそこ濡れるよってバンキ屋さんが言ってくれたんで、じゃあボディ同士で塗って。それもありっすね。はぁ、あ、すげえ。あれですか、あの足はノーマル。ノーマル、まだノーマル。でもノーマルいいっすよね。ほんと。結構逆に飛ばすんで、車高を落として落とせないですね。バンパー吸ったり。そう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 、だからあんまり下げない方がいいですね。で車も重たいじゃないですか、はい、でこうバウンドしてバンパー吸っちゃうんで、ちょっと足は透明で、ね、チョック変えてまだ5センチくらいなんで。チョックも変えたんですか。だから前の社長さんがテケテケディーラーで、すげえ、大名じゃあもったいないですよね。大名整備かけてたんで、チョックも変えてまだ程度いいっすね、俺。まあ自分のとこ来た時にざっと全部手をかけましたよ。すごいよ。ディーラー整備だと最近ほったらかしのところはほったらかしなんですよ。あ、そうなんですか。だから来た時にラジエーター変えて、スターター変えて、セル変えて。はあ。オレンジのレクサスラバー。クロックスじゃないですよね。クロックスじゃない。本物オレンジのもん。あとあの LC とかも来ますんで今日。妻恋に LC 乗ってる方いるらしいです。妻恋。妻恋村に女の方で。もう来てますね。あ、じゃあもしかしたらそうですね。待ち合わせしてるって言いましたから。ちょっとあのお声掛けしてきていただけます。中黒がない。いいですか。すごいなんかセキュリティかかってるの困るんです。ああ。やっぱ社長さん乗っただけあって綺麗ですね。全然痛みがねえもん。20万キロには見えないしね。20万キロ見えない。これはちょっと上いかれちゃいましたね。これはすごいわ。いやー、これは状態ですね。まだまだ乗れますからね、選手は。で、オートマもクリーニングとか取れ出してます。うわ、完璧ですね、じゃあ。そこやってればもう全然スムーズですよ、加速も。全然変わりました。やべえ。ディーラーでできたんですか。また別のヤシオの方に専用、はい、やってる専用の業者さんがあるので。いくらぐらいするんですか。エンジンクリーニングとセットで、はい、あ、そんなもんで、できるんですか。フィルターも交換して。あ、完璧ですね。一生全然クリーニングがいいです。すげえスムーズになりますね。キクラウンが使える。あ、そうですか。あ、だんだんその辺もねやっていきたいな。